マリオシリーズ、マリオシリーズのキャラクター一覧、スーパーマリオブラザーズシリーズのキャラクター一覧、スーパーマリオブラザーズシリーズのキャラクター一覧は、ニンテンドーのマリオシリーズのうち、スーパーマリオブラザーズシリーズに登場するキャラクターを一覧化したものである。ここでは概要のみを記載する。詳細は、それぞれの記事を参照。ここでは p c 八千八百シリーズ版、X 一般。 スーパーマリオブラザーズスペシャルで新たに追加されたキャラクターをあげる。原作、スーパーマリオブラザーズで登場したものは蒸気の節を参照。ここでは、スーパーマリオブラザーズ2で新たに追加されたキャラクターをあげる。前作、スーパーマリオブラザーズで登場したものは蒸気の節を参照。前作に登場した敵キャラクターは、ファイアバーと、 ニセクッパを除いてすべて登場しており、さらに種類が大幅に追加されている。後の作品に登場するボムヘイやドッスンもこの作品でデビューした。ファイアバーは原作には登場しなかったが、スーパーマリオアドバンス4で復活登場している。以上のキャラクターはそれぞれの記事を参照。名前の後に記す、ないは英語版、スーパーマリオブロズ2での名称。 リメイク版であるスーパーマリオコレクションの公式ガイドブックではこの英語名を日本語表記にしたものがキャラクター名として使用されているため平記する。なお、ゲーム内表記、英語版、日本語版の取扱説明書、日本版の公式ガイドブックなどではキャサリンとダウチョの英語名が本来のものから入れ替わっておりキャサリンがオストロ、ダウチョが バードーの名前で紹介されていたが、後のシリーズで訂正された。は、夢工場ドキドキパニックに登場。は、同説明書にないキャラ。以上のキャラクターは、それぞれの記事を参照。スーパーマリオアドバンス版では、英語で喋る。ドンチュルゲ、ガプチョ、チョッキー、マムーの声は、チャールズ・マーティネーが、キャサリンの声は、ジェン・テイラーが担当している。 赤パタパタから赤のこの子になったものは引き返さない。ただし、スーパーマリオアドバンス4では、色が、オレンジになっている。また、FC 版のみ、黄色い葉と青い葉の2種類に分かれている。FC 版は1人プレイ時には黄色、2人プレイの、場合マリオ時には赤く、ルイージ時には緑色に点滅していた。SFC 版および GBA 版の場合、 踏みつけるときスーパーマリオワールドと同じ踏みつけ音が使われた。ファミリーコンピュータマガジンの付録より、8から2では高台からスタートするため、坂を降りるまで地面に隠れて見ることができない。SFC 版および GBA 版のスーパーマリオブラザーズ3のワールド5の王様が姿を変えられたキャラとして使われた。講段社漫画百科。 スーパーマリオ大図鑑 P71 ウェポン族1より、ハット SFC 版および GEBA 版のスーパーマリオブラザーズ3のワールド2の王様が姿を変えられたキャラとして使われた。SFC 版および GEBA 版のスーパーマリオブラザーズ3のワールド1の王様が姿を変えられたキャラとして使われた。ありがとうございます。